はい、どうも今回の、海猫の実況へようこそ。今回ですね、パート13、14、15かな、パート15をやっていきたいと思います。本日もよろしくお願いします。といった感じでね、今回も海猫やっていきましょう。ではどうぞ。多分こんな感じだったと思うで。十字架をアレンジしたみたいなマークが書かれとったんや。そしてこんな感じで外周の円を取り囲むように妙な文字がびっしり書き込まれていて、十字架の上下左右の辺とその四隅にも何か書かれていたんや。アルファベットとかそういうのとちゃうで。あれはよく言う古代文字とかいうやつや。あと円周部の頂点に小さなマークがありましたな。小さな丸を5つ十字状に並べ、それぞれを直線で結んだようなマークでした。ああ、確かにそんなのも書いてあったで。うん、図形的には間違いなくこれや。細かい文字はわからんが、配列はほぼ同じや。こんなわけのわかんねえもんを書きたがるのはじいさまだけだろ。まったく、どこに行っちまったんだ。とっ捕まえて意味を聞き出してやりたいぜ。こんな図形に何か心当たりはあるかい？僕の第一印象ではどこか外国の十字章に似たデザインだなって思ったかな。ああ、確かにこんなデザインや。ということはそのどこぞの国と何か関係があるんか？その国の十字章はもともと聖地巡礼者を守るための騎士修道士たちの紋章だったそうですな。つまりこの魔法陣には宗教的な意味があるってことかよ。ますますにちんぷんかんぷんだぜ。これは太陽の七の魔法陣だよ。書かれてる文字はヘブライ語。貸して。ああ。
で、こんな図形だったんじゃないかな。そんな図形だった。マリア、すごいな。さすが詳しいぜ。天地と左右に書かれているのは風火水土を司る天使たちの名、カサン、アレル、タリアハド、そしてフォルラク。そして斜め四方には四代の統治者たちの名、アリエル、セラフ、タルシス、ケルブ。合ってる？間違いない。そうや、確かにこんな文字が書かれとった。なんでこんなん書けるんや。あと演習文も文字が書かれておりましたな。わかってるよ。こうでしょ。旧約聖書の詩編第116編の16節と17節だよ。聖書くらい読んでなきゃ。すごいね。驚いたよ。それでこの魔法陣にはどんな意味があるんだい？太陽の力を借りる魔法陣だよ。黄金で描き、御符にして身につけたる者はいかなる牢獄であろうとも束縛から逃れ、自由を得られる力を授けられる。束縛から逃れ、自由を得られる。意味深だぜ。この束縛という意味は何も肉体的なものだけを指さないと解釈されている。だから縛られて牢屋にいる人ばかりに意味があるわけじゃないよ。しがらみや逃れぬ運命など精神的な束縛からの解放も意味してるんだよ。しがらみや逃れ得ぬ運命か。これまた意味深だな。しかしさっぱりわからん。それとあの6人の遺体とどんな関係があるっちゅうんや。束縛からの解放どころか殺された上に倉庫に閉じ込められてたんやで。別にその6人のために魔法陣が描かれてるわけじゃないね。魔法陣のために6人はそこにいるんでしょ。お気の毒だよ。どういう意味だい？魔法陣のために6人がいるってのは一体？それは演習部に書いてるよ。読めないかな。詩編第116編16節と17節読んであげるよ。主は私の枷を解かれました。私はあなたに感謝の生贄を捧げ、主の皆を呼ぶでしょう。ね？ねって何を言ってるのかさっぱりだぜ。生贄だってのか。
なあバトラ、どうして悪魔だのオカルトだのってのをわざわざこうして映画にすると思う？ねえからだよ。そんな滑稽なもんは地球のどこにもねえのさ。ねえからわざわざ見たくて作るんだよ。だから俺はオカルト映画なんてちゃんちゃらおかしくて笑っちまうってんだ。俺に言わせりゃ悪魔やら妖怪やらより今年度の収支報告や機嫌を悪くした女房の方が1億倍も怖えってもんだぜ。さらに言うぜ、俺に言わせりゃな、怖がるってのは心と生活にゆとりのある連中の娯楽的感情なのさ。暇で暇でしょうがないから連中は変わった感情で心を遊ばせたくて悪魔だのオカルトだのって文化を作り出したんだよ。チェスや将棋ってね、終盤の終盤、爪の最後の段階に入れば入るほど最善手は限られてくるのよ。だから自分が追い詰めている、あるいは追い詰められているというその時、両者の手は限りなく読みやすくなるのよ。つまり完全に追い詰められて打つ手なしって思ったその時こそ最も読みやすい瞬間なのよ。でも主勢に立った人間はどうしても考えが固くなって相手の手を読むことにまで考えが至らない。そういう時はね、チェス盤をひっくり返すの。
驚かせてしまいましたね。万が一に備えて持ってきたものです。それは金蔵さんの銃ですな。ご存知でしたか。そうです、お父様の古いコレクションの中にあったことを思い出し探し出してきました。ヒュー、すっげえ。夏日おばさん、それ本物なんすか。ええ、本物です。実弾は発砲できますよ。昔お父様は野鳥を追い払うのに使ったりしていました。あら懐かしい、どこから出てきたんやら。私がいくら触らせてって言っても指一本触れさせてくれなかったやつよ。へえ、じいさまこんなの持ってたんですか。知らなかったですよ。お父さまは昔西部劇にどっぷり使ってたことがあってね。あの世代はこういうライフル銃が大好きなのよ。結構年季の入った銃のようですね。でもこんな短い仕様のは初めて見ました。ああ、思い出したわ、その銃。懐かしいな。昔好きやった映画のガンマンが派手にぶっ放しとったやつだわ。お父さんも渋いな。親方様がだいぶ昔にアメリカより特別にお取り寄せになられたものです。ご覧の通り実銃ですので、どうかこの件はご内密にお願いいたします。手に入れられたばかりの頃は大層気に入られておりまして、撃つより薬莢を出す動作が面白いらしくて、裏の森でいろいろとカッコつけて遊んでおられたもんですよ。しかし物騒ね。そんなものまで持ち出しちゃうのかしら。万が一に備えてです。賊はおそらく一人ではないでしょう。しかも主人たちを6人も殺した恐ろしい相手です。私には主人に代わって皆さんを明日まで守る義務がありますので。屋敷内の戸締まりは厳重に確認してきました。ですが万が一ということもあります。みんななるべくここに一緒にいた方がいいでしょう。そうね、ここに全員が集まって相互監視をしている方が安心だわ。それはどういう意味ですか、エヴァさん。別に夏日姉さんの意見に賛成しただけよ。
私が洗いますから、源氏さんとカノン君は少し休んでいてくださいな。何か飲みます？私は結構。カノンは？僕も結構です。お二人とも早朝から大変だったでしょう。参ってしまうのも仕方ないことですよ。どうしてあんなひどい死に方。死に方のことは忘れなさい。ただ運がなかっただけだ。そうですね、ただ運がなかっただけです。シャノンちゃんが死んじゃったなんて未だに信じられませんよ。本当にかわいそうに。もう会えないなんて嘘みたいですよ。もう一度あの子の笑顔が見たかったのに。どうしてベアトリーチェ様はシャノンを。生贄が欲しかったなら他にも大勢いただろうに。どうして、どうして。ただ運が悪かっただけだ。少しの運がたがえば。シャノンの代わりにあそこに横たわっていたのは私だったのかもしれないし、お前だったのかもしれない。あるいは他の誰かだったのかもしれない。全ては運命だ。源氏様、奥様の部屋の扉に血のような跡がついていたとおっしゃっていましたね。シャッターに書かれていたのと同じもので。うん、君の悪い跡だった。まるで血のついた指でドアノブを引き抜こうとするかのような。部屋、扉をかき破ろうとしたのか。そんな君の悪い跡だった。ベアトリーチェ様が奥様の部屋を訪れて、そして扉を開こうとしたけれど開けなかったということでしょうか。どうして奥様は生贄を免れたんだ。もし奥様が選ばれてたなら、シャノンは死ななくて済んだのに。面白そうな話じゃねえか。俺も混ぜてくれよ。バトラ様、これは失礼いたしました。免除って言って抜けさせてもらったのさ。ずっとあの部屋に閉じ込められてると窒息しちまいそうだったからな。水でも飲ませてもらおうかと思ったら面白そうな話が聞こえてきたんでよ。頭なんか下げなくていいぜ。今の話の続きを聞かせてくれよ。今のは別に。ちょいと前から話は聞かせてもらってるんだ。今さら隠すなよ。だから単刀直入に聞くさ。ベアトリーチェってのは何者だ。どうやらおとぎ話の魔女ってだけじゃなさそうだな。昨夜までなら俺は無関係さ。だがな、今朝からは違う。親父たちを殺された時点で俺は立派な関係者だ。俺にもそのうさんくさそうな話を聞かせてもらう資格があるはずだぜ。バトラさん、手を離してやってくださいな。別に
カノンさんは隠しているわけではないのです。じゃあ話してくれたっていいじゃねえか。仲間外れたら寂しいぜ。お話しすることはできます。ただバトラ様がお気を悪くなされるかもしれませんので、カノンは躊躇しているのです。躊躇なんて男らしくねえぜ。内緒にされる方が気持ち悪いさ。聞かせてくれよ。どうせ明日までできることはないんだ。多少はうさんくさい話の方が退屈も紛れるってもんだぜ。わかりました。何でもお聞きください。お話しします。ああ、じゃあ聞くぜ。ベアトリーチェってのは一体何なんだ。俺が知ってる限りではロケン島の森に住まう魔女ってことになってる。森に入ると危ないからってんで、ばあ様あたりが作り出した脅し話だって聞いてる。違うのか。いえ、違いません。その通りです。ベアトリーチェ様はロッケン島の森に住まわれる魔女であらせられます。バトラ様、にわかには信じられないでしょうが、ベアトリーチェ様は存在するのです。親方様に莫大な黄金を授け、長いことおそばにお仕えした実在する方なのです。はあ、よせやいよせやい。じい様の受け売りを言うのも給料のうちだってのか。なるほど、源氏さんが断るだけはあるぜ。こいつは確かに正気じゃ気を悪くする。つまりベアトリーチェっていう名の人物は実在するんだな。はい、親方様がこの島にお屋敷を構える以前からずっとお仕えしている方でございます。おそらく私よりも長くお仕えしているでしょう。なんてこった。キリエさんの仮説は外れたな。爺様にベアトリーチェという名の腹心は実在したってわけだ。そいつは今この島にいるんだな。はい、いらっしゃっていると思います。曖昧な言い方だな。ってことは昨日今日そいつの顔を見たってわけじゃなさそうだな。はい、大変申し上げがたいのですが、そのなんだよそこで切るなよ。寸止めみたいで気持ち悪いぜ。お顔を見ようにもベアトリーチェ様にはお姿がありませんから。お姿が？なんだって？ベアトリーチェ様にはお体がありません。ですからベアトリーチェ様がお望みにならない限り、私ども凡庸ではお姿を見ることすら叶いません。ベアトリーチェ様が人の姿をされていた頃の絵があの肖像画のものなのだとか、そのお姿を懐かしみよく肖像画の前に佇まれているそうな。ベアトリーチェ様は時折輝く蝶の姿に身を変えられて現れることがあります。万一お屋敷の中でお見かけした場合には決してその後を追ってはならない決まりです。追えば不幸があると囁かれています。その金を破り大怪我をしてやめた使用人も実際にいます。おいおい、マジかよ。あんたら本気でそんな話をしているのかよ。バトラ様、すでにベアトリーチェ様がお越しになっておられます。そのようなお言葉はよろしくないかと思われます。ベアトリーチェ様はご自身を冒涜される方を好みません。その存在を疑えば必ずや不幸が降りかかるでしょう。バトラさん、
気持ちの悪いお話とお思いでしょ。ですがね、ベアトリーチェ様はいるんですよ。います。それを疑われること、ベアトリーチェ様はことのほか嫌われます。わかりませんか、バトラ様。ベアトリーチェ様は今すでにここにお越しになっております。おいおい、よせよ。俺そういうのは弱いんだぜ。脅しっこなしにしろい。バトラさん、お願いですから、ベアトリーチェ様を冒涜することはおやめください。悪いことは申し上げません。いるって言われてもよ、俺には何も見えないぜ。今俺の隣にいるとでも言うのかよ。冗談よせやい。合わないは生まれつきだよ。バトラは生まれつき波長が合わないタイプなんだよ。だから見えない、会えない、話せない。ベアトリーチェの一番嫌いなタイプだよ。ベアトリーチェのことが知りたい？ベアトリーチェはね、千年の魔女なんだよ。あらゆる悪魔を使役し、錬金術を極め、賢者の石を生み出し、莫大な黄金を生み出すことができる。おじい様は彼女と契約することで後宮家に莫大な富を築いたんだよ。昨日私がベアトリーチェの手紙を読んだでしょ。あれは本当なんだよ。ま、バトラに信じろと言っても無理な話だろうけど、六感が生まれつきさっぱりみたいだからね。なんだよそれ。魔女？悪魔？そんなの誰に聞いたんだよ。ベアトリーチェ本人に聞いたんだよ。マリア、聞くだけ野暮だろうが、もう一回聞くぜ。昨日、マリアにあの手紙を渡したのは誰だ？ベアトリーチェにもらったって、何度言えばわかるかな？わかんないよね。見えないんだもんね。信じられないもんね。バトラ、まだわかんない？ベアトリーチェがいるの。いるって、どこにさ？だからベアトリーチェがここにいるのが。ベアトリーチェは千年を生きた偉大な黄金の魔女。でも波長の合う人間にしか自分の姿を見せられないし、話しかけられない。だからね、それがとても悲しいんだよ。だからバトラみたいな生まれつき魔法のセンスもかけらのない人に存在を否定されるのがものすごく嫌いなんだよ。バトラは幸運だよ。昨日私にお守りをもらっていてよかったね。
それを身につけていなかったら、今頃ベアトリーチェのどんな呪いが身に及んでいたか分かったものじゃない。本当に幸運なんだよ、バトラは。あのサソリのキーホルダーかよ。あれって安っぽい景品か何かだと思ってたんだが、ちとはご利益あったってことなのか。それがなかったら今頃バトラがあの倉庫の中で顔面を砕かれて生贄にされていたんだよ。幸運だったよ、バトラは。そうか、あれがなかったら俺は今頃殺されてたってのか。なんでバトラはベアトリーチェを信じないの？いるのに。今そこにほら。ね、信じる気になったでしょ？信じなよ。マリアにお守りをもらったことを感謝しながら、あれがなければバトラは今頃倉庫の中、代わりに誰か一人が助かっていたかもしれないね。じゃあ全然ダメだぜ、マリア。ってことなら悪いが、全然ダメだ。お前が傷つくだろうと思ったから俺黙ってたけどよ、お前にもらったお守りを俺ポケットに入れたつもりだったんだけどよ、どっかに落っことしちまったんだぜ。だから俺が今この瞬間に無事なのはお守りのおかげでもねえし、なら魔女様の呪いがあって当然なのに、今この瞬間もピンピンしてる。悪いが俺は自分の目で見たものしか信じねえ。第六感？波長？魔法のセンス？悪いが俺はそういう眉唾なもんは一切信じねえぜ。クラスの女が霊感がいいの悪いのって言い出すのを聞いてると虫唾が走るのさ。はい、ということでね、バトラーの大逆転が始まります今から。ということで今回一旦ここで終わりたいと思います。次回ね、またご視聴よろしくお願いします。ということでまた次回動画でお会いしましょう。